ギガ連射。今日は何の日だ。今日は何の日か言ってみろ。今日はハロウィンですね。10月31日。もう世間のハロウィンの波に飲まれて迎合して動画を上げていこうっていうか、まああれなんですよ。クターのね、ブラウザゲームの中に2つだけね、ハロウィンにちなんだゲームがありまして、その2つのゲームのうちの1つは前回の上げたクターの散歩なんですけど、もう1つはこのクターのパンプキン工場ね、こういう動画をハロウィンの日に上げなくて、いつ上げるんだっつーね。これを8月とかに上げられないでしょ。ましてや12月とかにも上げられないでしょ。ということでね、やっぱりきっちり季節を抑えていこうかなと言ってあげてるわけなんですが最近までハロウィンがいつなのかよくわかんなくて、ね、危うく逃しそうだった。要はね、ケルトの人たちが、11月1日が元旦みたいなもんで、1年がね11月1日から始まるんでね、10月31日は要は大晦日ですね。大晦日を祝いしているというのがまあハロウィンだということで、まあ、ケルト的にはそうなんでしょう。ケルト人ではないのでね、それがなんかこうアメリカでお祭り的になって、そして日本にやってきて、なぜかコスプレハレンチイベントみたいになっております。ハロウィンですね。トリックアトリートとかそんなかけらもね、コスプレイベントデーになってますね。はい、で今回ちょっと小細工をしました。ダシャって上渋谷下道頓堀のね、現在の様子です。現在夜の10時ぐらいですね。10時ちょい過ぎ。上はね、渋谷なんですけども、渋谷のスクランブル交差点、行ったことないよ、スクランブル交差点の様子です。現在の様子です。こうしてみるとね、ちょっと大きくなると、この道頓堀が邪魔になるな。こんな感じで。ちょっとわかりにくいんですけど、この辺すごいよね。人混みがゴミのようだ。人がゴミのようだってなってる。もう密とかそういう状況じゃない。で、ちょいちょい仮装してる人たちも見受けられます。今この画面上にはいないですけどね。さっき、かまど炭治郎がいました。はい。で、下が道頓堀ですね。道頓堀ってなんかすごいんだね。知らなかったよ。道頓堀がこうなってることを。めちゃくちゃ人がいる。うん。天使のコスプレの人がいる。コスプレの日なの？コスプレの日にしちゃってるよね。日本人はね。なんでか。なんで、いつからコスプレの日になったんだ？アメリカでそうだからなのか？その辺よくわかんないですね。はい。めっちゃ喋ってしまった。BGM も何もないのにめっちゃ喋ってしまった。ずれてるか？あ、ずれてるな。あ、それずれてない。OK。まずはあらすじから読んでいきましょうか。すんごい画面ごちゃごちゃしてる。実況、上とかを実況していくんだったらさ、配信でやれよって気がするよね。動画でやるなよっていう。でも、動画投稿したんでね。動画を投稿していきます。ハロウィンにちなんだゲームにこうやって実況をつけていくというね、新しいスタイル、新しいんだかなんだかよくわかんないスタイルでやってきます。今回あらすじなんですが、クターのパンプキン工場のあらすじ。笑っているのか泣いているのかさっぱりわかんないが、ハロウィンの準備も怠らない脅威の無表情キャラクター。今日はハロウィンに使われるクターパンプキンの出荷作業のアルバイトだ。次々とぐるぐる流れてくるクターパンプキンを正確に仕分けよう。仕分け間違ってしまうとゲームオーバーだぞ、ということです。あれだな、BGM ないから延々無音で喋ってるな。怖い怖い。こういうのやっちゃいけないよ。やっちゃいけないよ。危険なプレイだ。あ、ちょっと、押しちゃった。しかも BGM が熱い。ああ、ダメなやつを。そんなにそんなに怒る？そんなに厳しい厳格な工場なの？おお、なんかは、今なんか、こっち見てました？なんか、コスプレの集団が今走っていきましたね。ね、人多いね。都会は人が多いんだね。別に都会がうんぬんって話じゃないんだけど、別にさ。あんまりなんか、こうやってランキング見てるんですけど、あんまりなんか知らない人が多いね。ひなのなのが下の方にいる。あと知ってる名前何がいるかな。例えばね、前回言った夜とかいないもんね、この中に名前がね、ぼちょぼちょさんの名前を見てるから。こう見ると、そうだね。10位以内に知った顔がない。いや、でも4位までしか見えてないんでね、もしかしたら上の方に、ランカーの名前が、クターランカーの名前が上の方にあるのかもしれない。よし。ちょっと上の方目指して行ってみます。要は、
合ってたら丸だからクリックすればいいんだね。で、これ合ってない。あ、結構神経使うわ。ててててて、あ、なんとも言えない BGM。 ダメ？赤もいいの？出てきた、怖っ。赤も？そうなの？初見でやるには厳しいゲームだな。こうしてると渋谷とかめちゃめちゃ警察官がいるよね。めっちゃ警察官並んでる。あー、やっちまった。あ、またコスプレの集団が。これプーさんじゃない？手挙げてる人がいる。これもコスプレ、コスプレ、コスプレ。ね、コスプレパーティーになってるね。これよく見るとさ、あんまりマスクしてないんだよ、みんな。って思うよね。そら、コロナでね、この後日本がね、めちゃめちゃなことになったとしてもね、自業自得だよってなるよね。まあ、多分、なんとなく感染を抑えられていくんじゃないかなっていう淡い期待を持ちつつ、そういうなんかこう甘い考えはね、どうなんだろうなって思いますね、個人的にはね。ね、ヨーロッパとかアメリカとかの状況に比べれば全然まだマシなんだろうけど、それでも経済をね、なんか半端な回り方してるよね。てん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 、めっちゃ目がおかしくなる。これ映した画面を見てるんで、実はちょっと遅いんですよ。ちょっとコンマ何秒、ああ、しまった。こっち見た方がいいな。OBS に映った画面を見ながらやってるんですよ。それ良くないな。こういうの、暴走族の、ね、とか走ったりしないんだね。2位。嘘。嘘、2位。え、俺すごいの？今のすごいの？耳。ながら見しながら2位取れた。すげえ。これ以上やらん方がいいかな。もうちょっとやりたいんだよな。今の俺の実力ではないから。今回は、OBS の方の画面じゃなくて、左に OBS の画面があって、右にブラウザの画面を出してるんですよ。でも右の方を見てる。これ今右の方を見ながら、パソコンの画面の右の方を見ながらやります。本当の実力を見せてやる。こうなるとスクランブル交差点の様子が見えないっていう弱点。ハロウィンの様子が見えない。ここに集中しすぎちゃって、やっぱ初めのスタイル戻そう。あくまでも OBS の画面を見ながらやって、コンマ何秒遅れ。お、緑のやつ発見。テレテレテテレレレテレテレテ、あーちょっとさー、それはひどいよ、それはひどいよ。ちょうどなんか顔が見えない回転の仕方で来てたよ。しかし道頓堀の方の人混みすごいな、本当に。道頓堀見てると失敗するんだが。どっちかにせえ。実況するんか、ゲームの実況するんか、道頓堀実況するんか、どっちかにせえ。1位になりてえな。なれる気がするんだよ。これに関しちゃ。なんで1位を目指します。ハロウィンの日のトップを俺が取る。なかなかおしゃれじゃない？ハロウィンの日っていうか、10月の一番トップを俺が取る。てて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 て
完全に無言。
ああ、惜しかった。更新できてないんだ。さっきなんぼ ?79 か。もうちょいだな、もうちょい、もう一回チャレンジさせて。ハロウィンに浮かれる街は。あー、手が引っかかったー。でも俺は危険。うわ、残念なところが。あー、スカルだ。よーし、終わらすぞ。ハロウィンに終わらすぞ。1位を取るまで終われないっつって、そうなってから終わらない。ハロウィンが終わらない。10月31日が終わらないよ、このままじゃ。渋谷のパリピよりも、道頓堀のパリピよりも、俺が一番長くハロウィンを、ハロウィンナイトをやっちゃう、このままだと。夜が明けてもハロウィンやってるかもしれない。それはもうおかしいからね。ケルトの人たちに笑われちゃうよ。この裏寂しいパンプキン工場でひたすらハロウィンをやってる。もう喋る余裕ないね。85。まああとちょっとなのに、本当にあとちょっとなのに。よし。終わらねえ。1位取るまで終わりませんやってたら本当に終わらねえ。はい、結局1位は遠かった。遠い、あと2ポイントが遠かった。ここまで頑張って結構いいとこまでいけてんだけど、こっからがね、こっからがなかなかってことで、まあ2位止まりでのクタのパンプキン工場でした。このままだと日付をまたいであげて、まあ多分エンコードして編集してエンコードしてアップロードまでしてたら多分日付またいちゃうんですけど、まあこれ以上遅くなるとね、まあ見る人とかもね負担かけちゃうんでね、なんとかハロウィンにちなんであげたかったのでここまでにしますね。未だ道頓堀はね、もう日付変わる頃なのに道頓堀人いっぱい、渋谷もね、多分これから人がダーッと流れるといっぱい人がいるんじゃないでしょうかね。こんなにもうね、どうなってんのかって思う人がいますね。不思議なくらい。うん、そろそろ家に帰った方がいいですよ。寒いですよ。風邪ひきますよ。コロナになっちゃいますよ。体が弱るとね、免疫が下がって、それでコロナにかかるってことは普通にあるんでね、あんまり夜遅くまで起きてるのも、寒空の下、薄着の格好をするのも良くないんじゃないかなと思うんですけど、声は届きませんね。はい、ということで。冷ややかにハロウィンを楽しむ、そんな、2020年のアザラシでした。ほんなまた。